両チームのメンバーです。まずはホームの千葉です。ゴールキーパー新井翔太、新井一輝、チャンミング、鈴木大輔の後ろ3枚です。右に安田、左に小田、田口と小林の中盤2センターです。最前線のサウダーニャ、出場停止明けの船山と三木の2シャドウという布陣です。一方の金沢です。こちらは3試合連続同じスターティングイレブンです。ゴールキーパー後藤、松田陸、そして庄司に19歳の稲葉のセンターバックのコンビ、左に渡辺、藤村と大橋の中盤センター、右に島田、左にホドルフォ、庭と杉浦恭平の2トップです。三木が行きます。さあ三木と庄司、39番同士のマッチアップ。小田サポート、右足クロス、いいボール、ニアにサウダーニャが入っていきました。もう一度三木、まだ三木はここまではおとなしい立ち上がり。田口、サウダーニャへチャンス、サウダーニャ、サウダーニャ、もう一度サウダーニャ、めぐって入れてきた、ニアに詰めた船山、ここはキーパーの後藤がしっかり抑えました。やっぱストライカーそういった集中力の部分、この蒸し暑さって影響してくるんですか。まあそこをどれだけ集中して、まあ、本当にチャンスなんてあんまりないので、はい、杉浦からのクロス、柴田だ、キーパーセカンド、三輪プッシュできない。ビッグチャンス作りました金沢です。こういう一瞬のところでどう決めるかってことですね。いい流れでした。杉浦翔平のクロス、まあ、後ろから相手が来てた高さありますからね。そうですね、187センチの稲葉と庄司、低いボール、宮崎来たな、オーラインギリギリのところ、小田がなんとかクリアしました。さあ拾ってホドルフォ、まあ、この辺り素晴らしいですよね。セレッソの育成から高校時代を藤枝東に進みました。裏へチャンス、新井一輝のクロス来たか、ヒール来ましたね。三木の芸術的なヒールシュート、前半のアディショナルタイム千葉が先制。こういうところなんですよね、フォワードって本当一つのチャンスしかない中でどういうふうに集中して決めるか、まあ、多分初めてのチャンスですよね、はい。まあ、ここでもいいポジション取ってますし、一回裏に抜けようとしてニアに入ってきて、前の勝利選手の前で触ると、しかもちょっと右足の後ろ側で、まあ、これよくフォワードは練習でもやることなんですね。ただここまで綺麗に決まるっていうのは、いや素晴らしいですね。そうそうですね、はい。それから庄司には小林がついてるんですね。ヘディング、追いつきました金沢。最後は叩き込んだ松田、57分、金沢同点、1対1。まあ、少しね、確かにミスマッチがありながらも、最終的に、まあ、後ろから入ってきた、はい、まあ、鈴木大輔選手の前ですね。松田選手のジャンプ力高かったですね、まあ、取りに行きましたよね、はい、シュートもやっぱ積極的に打ってましたし、パスもつないで、まあ、すごくいい形だったので、はい。さあここも押し込んで藤村預けて中、島田のミドル、キーパー勢い出てきました金沢です。左に島田選手を持ってきたと、そういうところが当たっているということですよね。厚さもあったと思います、うん。鈴木大輔からサウダーニャへ、さらに流れて左からチャンミング、セットプレーの流れで残っていました。小田のクロス、いいボール、重なった、胸コントロール、いやー来ましたね。このあたりもやっぱクオリティ高いですね。胸コントロールからボレーシュート叩き込んだ船山、千葉勝ち越し、64分。この小田選手のクロスも良かったですし、ここから後ろからキュッと前でディフェンスがクリアしたボール、また抑えましたからね、ボレーをこれ抑えるっていうのが一番なんですよね、はい。まあ、クロスですね、左から大谷選手、はい、右から金子選手、このクロスを多用していこうという形だと思いますね。あの試合前の練習でもこのクロスからっていうのは練習でやってましたからね、はい、こういうふうに。さあ杉浦へクロスが杉浦の頭に届きました。ただね、このクロス上がった時にジェフの3バックですね、鈴木選手、はい、チャンミング選手、群馬戦に続いてのホームでの連勝を伺います千葉です。目安の4分台に入りました、追加タイムです。
まだプレーの時間を見ます。あ、そしてここで長い笛、タイムアップのホイッスル。千葉ホーム2連勝。これでリーグ戦4戦負けなし。8勝7分け8敗。白星先行で勝ち点を32に伸ばして中断期間を迎える形となりました。